なるほど。それじゃ。それで。了解だ。いいぞ。ありがとうね。ありがとう。魔獣の目撃情報があったのはこの辺りのはずだけど。南
見当たりませんね。そもそも人里に近い場所で魔獣が目撃されること自体滅多にないことなんじゃないか。うん、僕もキリトとの旅に出るまで直接目にしたことはなかったよ。基本的に魔獣は聖豪騎士が倒すものですからね。実際に遭遇したことのある民は少ないはずです。とはいえここにいないということは魔獣が移動した可能性があります。そうだな、もう少し広い範囲を探してみよう。行きます。これは一体花なのかな。なんだか嫌な感じがする。もっと近くで調べてみるか。まさかこれは…キリト！見てください。空間神聖力を吸収してる。この花はリソース吸収能力を持っているぞ。リソース吸収能力？ああ、周囲の空間神聖力を吸収する。ギガスシダが持っていたのと同じ性質だ。それとわずかにアドミニストレーターの真意を感じる。最高司祭様の。その上でこの花がギガスシダーと同じ性質を持っているのならば、カセドラルシダーを生み出した者がこの花を作ったとは考えられませんか。なあ、俺も同意見だ。この花もアドミニストレーターと関わりがあるかもしれない。もしかしたらさっきの魔獣も。
他にも魔獣がいるかもしれませんし、もう少し調べてみませんか。ああ、あの花についても何かわかるかもしれないしな。それじゃあキリト、まずはどこに向かう？調べるとは言っても南帝国は広いし、闇雲に探しても意味ないよ。そうだな、まあ一度ここを離れて別の場所を調べてみるか。それなら養蜂場へ向かった道の途中にある東側へ通じる橋を目指そうよ。橋を渡った先には洞窟があるらしいし、到着したらその辺りを探してみることにしようか。よし、じゃあ目的地は橋の先にある東の洞窟だな。そこを目指して魔獣や花に関する情報を集めよう。いいぞ。ありがとう。
ところで、あれって例の花と同じみたいだな。何かの実でしょうか。近くで見てみよう。作られているみたいだ。魔獣が生まれる身など聞いたことがありません。でもこれで
一つ明らかになったことがあるね。ああ、魔獣はあの花から生み出されている。うん、地面の下で魔獣を育てているってのは少し恐ろしいけど、それを防ぐためには花を見つけて切っていく必要があるな。魔獣の発生もやはり最高司祭様の真意によるものなのでしょうか。ああ、そうだと思う。カーディナルさんは生への執着って言ってたっけ。魔獣を蘇らせるほどなんて相当な思いの強さだよね。そうだな。一体アドミニストレーターは何を企んでいるのか。何にせよ魔獣の出所が分かったのです。一度おじさまやカーディナル様にお伝えした方がいいのでは。そうだな。王都からカーディナルたちを呼んでこよう。この木のことも直接見てもらった方が話が早いだろうからな。すごい、なんだかとっても禍々しいわね。この花から魔獣が生まれたってことなら納得がいくわ。ふむ、確かにこの植物からアドミニストレーターの真意を感じるの。花とか植物とかみんなの認識がブレていてややこしいな。呼び名を統一した方が良くないか。それもそうだね。何か案はある？カセドラルシダーと同系列のものだろうし、ミニシダーでいいんじゃないか。小さいし。それじゃ意味が通じづらいんじゃない？シダーといっても木の見た目じゃないしね。そういえばそうか。難しいな。何かいい名前があればいいけど。カラミティプラントはどうかしら。カラミティは最悪。プラントは植物を意味する英語。ああ、じゃなくて神聖語か。なるほど、意味は最悪の植物。さすがアスナね。それではこれをカラミティプラントと呼ぶことにしよう。具体的な術式まではわからんが、カラミティプラントを使ってアドミニストレーター魔獣を発生させているようじゃ。それならこの花を切れば魔獣の発生を抑えられるのではないでしょうか。うむ、そう考えてよいじゃろ。しかしアドミニストレーターの真意をまとっているのならカセドラルシダーと同じように切れないのでは。いや、そうとも限らん。このカラミティプラントのまとう真意はカセドラルシダーのものよりも弱いようじゃ。キリトとユージオが二人の力を合わせセントラルカセドラル最上階で勝利をつかんだように、アドミニストレーターを倒すという強い真意が合わさればこのカラミティプラントを切れるかもしれん。キリトよ。ああ、やってみる。上出来じゃ。とはいえ
全員が先ほどのような真意を練り上げることは至難の業じゃろうがな。ああ、残念だが俺たち戦王騎士には難しいだろうな。たとえ最高司祭殿の悪行について知ったとしても、俺たちには依然パイエティモジュールの命令が残っている。心の底から最高司祭殿に対する範囲を抱けない以上、カラミティプラントを切れるほどの真意力は生み出せねえ。では私にも。いや、お主とユージは例外じゃ。お主らは右目の喪失という形で氷教会へ反逆する意思を得た。たとえパイエティモジュールや禁忌目録に阻まれようと、正しいと思える意思を貫き通せるはずじゃ。そしてもう一つの例外がキリトやアスナたちじゃ。リアルワールドから来たからですね。うむ、お主らはそもそもこの世界の法や上位者の命令に縛られておらん。キリトとの信頼関係も強いゆえに、カラミティプラントを切る真意を得られるじゃろ。それじゃあ俺たちだけでカラミティプラントを切るしかないのかな。そうするほかないじゃろ。その間聖豪騎士には魔獣への対処に当たってもらうぞ。ああ、民の被害を食い止めるのは最優先だからな。だがそのためにも飛竜は騎士たちで使わせてもらう。ああ、分かった。飛竜といえば、以前おじさまが言っていたカセドラルから飛び立ったという人物。そいつがカラミティプラントを作ったのかもしれないな。分からんが、関わっている可能性は高いだろうな。よし、俺たちはカラミティプラントを見つけて破壊しつつその人物も追う。キリトたちがカラミティプラントを破壊している間、わしはセントラルカセドラルの最上階を調べる。でも入れないだろ。一体どうやって。過去手術という術式がある。元老たちが禁忌目録違反者を特定する際にもこの術式を使っていたはずじゃ。この術式を使えば特定の場所で過去に起きた出来事を見ることができる。過去を見る。そうじゃ。過去手術を使った場所の数時間から数日前に起きた状況を視覚的に捉えることが可能じゃ。最上階に入ることはできんが、最上階があった座標には飛行術で行けるからな。それじゃあカセドラル師団の調査と魔獣への対処は任せた。俺たちはこのまま南帝国を進んでカラントを切っていくよ。待ちなさい。今言ったカラントとは何ですか。まさかとは思いますが。ああ、カラミティプラントの略だよ。なんか長いなと思って。大した長さではないでしょう。それぐらい略さずに呼んだらどうです。いや、何回か口に出してみたらやっぱり長くてさ。それにしてもどういう略よ。せっかくアスナがつけたセンスのいい名前が台無しじゃない。私は呼びやすいからカラントでいいと思うな。なんだかキリト君らしいし。まあ趣味が良いとは言えんが、この際名称などはどうでも良いことじゃ。本質を理解しておればな。カラント、俺は気に入ったぜ。短い方が呼びやすいしな。これだと申請後にさほど慣れてね、兵士やこの兵たちにも浸透しやすそうだ。おじさままで。
だが、お前らがこのまま南帝国を進むってのは考えもんだ。一旦王都に帰って必要物資なんかを補給してから行け。それに魔獣やカラントの発生情報は今のところこの地域だけだ。闇雲に探すより住民の報告を待ってから進んだ方がいい。それもそうか。分かったよ。それじゃあみんなと一緒に一度王都に戻る。